こんにちは、これから古事記のですね22回目の、解説をいたします。前回まででですね、大国主の神の時代を終えて、いよいよ国譲りの神話に移るという場面の、解説となります。古事記というのはですね、天地開闢、あの雨土日焼けし時から始まって、イザナギイザナミの神話が展開します。その後にですね、イザナギイザナミのお子様のですね、アマテラスオニカミサノの神様の時代となりまして、天の岩戸の神話ですとか、アマタのオロチの神話が展開します。で、そのスサノオの神様の、子孫ということで、ね、大国主の神の神話、稲葉の白ウサギの神話ですとかですね、スクナヒコの神が現れるというような、神話が展開して、国譲りの神話というふうに、天孫降臨の前段の部分ですね、国譲りの神話へと移っていきます。で今回の、写真ですけれども、こちらは、福岡県にあります彦山神宮というところですね。で、主祭神としてですね、雨の押しほみみの御事を祀る、霊源あらたかな、山で、修験道の、聖地ともされております。でこちらは島根県にあります出雲大社の近くにあります千家国蔵館ですね。出雲大社の宮司家のですね、雨の保妃の命の子孫で、千家家がその子孫であると伝えられております。では今回の漫画の方に移ってまいります。今回のタイトルですが、国譲りの神話で、ね、大地の使者雨の保妃の神ということでですね、ここにあの部分で現れる、神話はですね、スサノオの御事が高間の原に行った受け入れの神話の部分が、根底としてあります。アマテラス大神の玉をですね、スサノオの御事が雨のまないで降りすすいで噛み砕いてさぎりになして生まれた神ということで、男の子の神様です。雨の押し込みみの御事、雨の保妃の神、天津彦根の神、いくつ彦根の神、熊の薬の神というふうにですね、5名の拝みが生まれたいというふうに受け入の段に記されています。雨の安川での受け入で、天照大神の玉からですね生まれた5名の男の神様がすくすく成長しておりましてという部分で、今回の部分ですね、天照大神が、一番上の子供のですね、押し込み身の御事に、ことよさすわけです。命令をするわけですね。その言葉がですね、豊足原の、千秋長伊保明の瑞穂の国は、これは日本の古い名前の、微笑の、形です。で、我が御子正勝赤津勝早日雨の押し込み身の御事の知らす国ぞと、その天照総御神以降、天皇となる、人々の名前はですね、結構こういうふうに、長い名前ですけれども、大体わりかし毎回毎回フルネームで書くわけにいきませんので、雨の押し込み身の御事と呼ばれる方が、その要は天皇家に直系の嫡子ということでですね、
天下って、治めよというふうに言うわけです。で、星本耳の御事、雨の浮き橋に進みましてと、このように天照大神の進捗を賜った雨の星本耳の御事は、雨の浮き橋に赴いて下界の様子を眺めるわけです。するとですね、荒ぶる神々が、戦をしているようなありさまでなんと騒がしいと、思われるわけです。で、押し込みを見事とまた天照大御神のところに行きまして、天照大御神が、我にことよさしし国は、豊橋原の、千秋長伊保明の瑞穂の国は、痛くさやぎてありなりというふうにですね、古事記の方にもですね、全文万葉仮名で、痛くさやぎてありなりというふうに、書かれているわけです。こうしたですね、冷静に、自分の能力をわきまえてですね、ちょっと私の力不足で、混乱が生じてしまうということでですね、国譲りの交渉をしようというふうに、話が進みます。で、雨の岩戸の神話のようにですね、雨の安川に、安の河原にですね、集まるわけです。で、こうした陳情を受けてですね、八百万の神は雨の安川に参集し会議を催しますと。で、高見睦比の神というですね、増加三神、雨の皆か主の神、高見睦比の神、上睦比の神が生まれたというふうに最初の方で記されている神様。この高見睦比の神というのがどちらかというと天照大神の関わる物語に多く登場します。一方、上睦比の神は、佐野の系統のご子孫が登場する神話に、登場されやすいというふうになっております。天照大神の高見睦比はですね、参集してですね、方々お集まりいただきありがとう、この会議の長は我が子の思い金の神に任す。思い金の神というのは高見睦比の神の子孫というふうに記されております。で、天の岩戸の神話で祭りのあり方を指南した思い金の神がですね、この足原中津国には天照大神の御子が治めるべき国なりされどというふうにですね、状況を述べるわけです。この国には、千早ぶる荒ぶる神が多くいるという、どのような神を使わして足原中津国を説得させよう。この足原中津国というのも、日本の、古い国の名前です。まだこの時は日本国というものはありませんので、瑞穂の国と言ったり足原中津国と言ったりするわけです。で、八百万の神はですね、話し合ってですね、雨の穂比の神が適任であろうというふうに、この受け入れの時で生まれた、次の押し本耳の御子と、雨の穂比の神、2番目に生まれたお子さんを使わそうというふうになるわけです。それでですね、足原中津国のですね、優れた知性を、治めていた国がですね、大国主の神がいる出雲の国というところがですね、暫定自治政府というような形であったわけです。出雲の国でその統治権を譲り受けてですね、その
阿弥の押し込み美の国御事がですね知らす国にしようというふうに、展開されるわけです。このようにですね極めて平和的に統治権の交代を実現できるように、阿弥の保機の神が使わされるわけですね。で最後のコマですけれども、ところがですね阿弥の保機の神はですね役目を果たさずですね、そこのところどうかよろしくお願いしますというふうにですね、大国の主の神にこびついている様子が書かれています。大国主の神にこびついてですね、3年間音信不通になり阿弥の保秘の神は更迭されるわけです。で新たな国譲りの使者が、選ばれることになるということで、次回はですね第2の使者阿弥の若彦の、神話をお送りいたします。本日はありがとうございました。